自動浄化システムの入手に必要なエネルギーについて、なぜ僕が伝えたのか、その理由は分かったかい？うん、ありがとう。また何かあったら連絡するから、よろしくね。こうして干渉してくるのは、僕としてはやめてほしいけどね。くふふ、それは私次第かにゃ。君も不可解な人間だね、里見とうか。というわけで、これで答え合わせは終わりだね。探すべき敵とブレスレットの宝石について明確になったのは収穫ね。っすね。戻ったら次女さんと三女さんに伝えないといけないっす。このまま争っても九兵衛の思うツボですよ。手を取り合って世界に広げましょう。この自動浄化システムを。その方法は目の前にあるんですから。世界に広がれば検証のために使われることもないわ。確かに二つ騎士はマギウスの計画の煽りを食ったかもしれない。でも今はあなたたちも含めてみんなを救うチャンスなのよ。理屈を理解できないほど私の頭は悪くないわ。だけどこれは理屈ではなく感情の問題なのよ。九兵衛がもしも話を伝える相手を選んでいるとすれば正解ね。融和を望める相手であれば最初から選んでないということか。うまくいけば九兵衛との共存も目指せるんだけどにゃ。言ってなさい。私にとっては害獣よ。聞くことは聞いたっす。帰りましょう、ユナさん。ええ。また、気持ちという敵をかけて、戦いましょう。交渉は決裂だな。静香さんたちは大丈夫？キューベイちゃんのこと、何も知らなかったんだよね。私たちは願いで、宇宙の延命装置にされていた。いつもそうです。カンナギは、魔法少女は秘密の中に生きている。悔しいです。願いまで利用されてるなんて思わなかったもんね。そうだよね。私たちも少しずつ知っていったことだから。でも考え方一つよ。考え方？願いで日の本が救われて戦ってきたことは変わらない。魔女になる理由を聞いてショックは受けたけど、私たちは世界を超えて宇宙をも守ってきたのよ。それほど誇らしいことなんてないわ。うん、そうだね、そうだね、静香ちゃん。強いわね。きっとあなたたち一族だからこそそういう納得の仕方ができるのかもしれないわね。凡人には難しいな。じゃあこれからも一緒に戦ってくれるの？静か。もちろん。世界に広がれば魔法少女はみんな救われる。魔女だっていなくなる。それでも私たちは日の本や宇宙のために戦える。拒否する理由なんてどこにもないわ。玉木さん、握手。はい。これからよろしく。よろしくお願いします。それじゃあ行きましょう。砂尾、千春。そうだね。これから来る仲間にちゃんと話を伝えないと。それでは皆さん、またお会いしましょう。二人はどうするの？君たちの理想を叶えるのは今である必要はないはずだよ。世間に魔法少女のことを広げるのも簡単な話じゃない。一歩ずつ進むことを考えれば共に手を取り合うのが賢明だよ。考えておく。待って、しぐれちゃん。すみません、どうか様、ネム様。ままならないものだな。そうね。ときめ一族が協力してくれるって言ってくれたけど、
ただ争いのルールが決まったようなものね。うん。今日が始まりなんですね。私たちの戦いの。